い、皆さんこんにちは、しろです。よろしくお願いします。ということで本日は新言霊祭りが来ていまして、まあね、毎回毎回ね、最近ね、音声神と言われるね、この今回ね、ウンダージョとかが追加されてる新言霊祭りが今回来てるので、このガチャを引いていこうと思います。ただ今回ね、降臨の方でちょっと水属性の、竜子族のね、トツの戦術を持った降臨が出てるんですけど、なんて言ったっけな、ちょっと後で多分テロップ入ってるかもしれないですけど、そいつがちょっとライガーゴイル以来のちょっとリーダースキルを持っていまして、それがね、なかなか強そうなんですよ。で、リーダースキルがその竜子族がなんか何ヒットとか出すと手札にバフがかかるっていうリーダースキルが降臨で出てるんだよ。で、その降臨とのシナジーが今回ダージョがむちゃくちゃいいよね。で、それが出て今連撃の竜ってその2体しか、多分他にもいるかもしれないですけど、いないと思うんで、ちょっとね、これから出る竜子族の連撃系は割と引くかもしれないですね。はい、あのリーダースキルがすっごい好きで、なんで今回はそれを狙ってちょっとガチャ引いていこうかなと思います。はい、まあその降臨についてもね、後日違う動画出していくと思うんですけど、いいよ、ゴッドフラッシュ来い。いや、音声神ってのはそんな甘くないからね。音声神はマジで甘くないから、頼む、来てくれたら助かるんですけど、まあ、ゴフラなくてもね、普通に来ることあるんで。まあ、ほとち?ちは違いますね。ほもちげえし。はい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 。まあまあまあいいんですよ。ダージョが欲しい。もうだから他2体は最悪。まあ、最悪なくてもいい。欲しいですけどね。もうそう考えると、降臨曲も、これこう見えて、多分こいつ、火でいたよね。なんて言うんだっけな。ソムシールじゃなくて、なんか、1人いるんですけど、これこいつ、それの木バージョンの子なんですよね。サシスセソがスーパーチェンジで全部使えるっていうキャラなんだよね。で、これ降臨曲こう見えて、子だけに見えてスーパーチェンジで持ってるので、まあ比較的チェンジのとこだったら使いやすいかなって感じなんですけど、でもね、やっぱスーパーチェンジで持ってるって結構チェンジ、マスが出てこないと論外なところあるから、寿命が長いかって言われるとちょっと分かんないですけど、まあでもちょっと欲しいっすね。その氷に使えるんで、この2体はね。はい、なんで両方ともちょっと抑えておきたい。まあ合間ガチャはいいんすけど、ちょっとこっちで来るガチャは、そう、そっ、こいつです。こいつの安心してた。こいつの木バージョンなの今回。え、なんでソムンクルスが出んのこれで。やばくないこれ。今話してたこいつ、こいつもスーパーチェンジガードで差し捨てそうの、ちょっとそうじゃないですよ。確かにこいつの話したけど、それの木バージョンがこの双眼カルなんですよね。こいつもスーパーチェンジガードで差し捨てそうなんで、うわやべ、そうなんで、モンストの時からね、話題にすると出てくるんですよね、こいつらね。頼む、ゴッドフラッシュ。いや、ダージュ超欲しいんだよな。いや、あれ多分音声神の中でも結構当たり目、当たり寄りのキャラだと思うんで、まあ運終わりだといえど、ちょっとコンプライチあるし、手じゃないですね。ソカコですね。テンチューリエとか。丁寧もうちずっと持ってなかったですけどね。1体引いてからバンバン出るわ。本当に。いやー、アンダージョ引ってーなー。降臨曲双眼カルも欲しいけど、アンダージョが欲しいですね。でも音声神はね、はい、スキップします。音声神を狙うと地獄見るんで、結構。確率的にもね。で、過去のね、コルダーとかダンとかで、俺サクッと引けすぎてね、逆に怖いっすね。はいはい。普通こうなんだよ。普通こうなの。いや、でも欲しい。頼む。はい。はい。頼む。これ。ほんと頼む。んだ!え?んだよ、これ。来た、これ。そうは頼む。せめて、そう、よし、とりあえず1体、とりあえず1体。で、今回、かき集めたやつプラス1万円分の課金かな、だけでちょっと今引いてるんで、まあ、あとでもっと引くと思うんだけど、いいね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 、爆死少ないね。ちょっと、マジか、梅ちゃん、まあ、梅ちゃんもね、もっと欲しい人いっぱいいると思う。ノーワード勝ちたいって人とかに言ってあげてほしいですね、梅ちゃんは。俺にじゃないんだよね。まあ、やっぱそう簡単に出ないかな。うん、こい、うん。これ、サはいないっすね、はい、サランダー、サラウバンダー、あ、サシソユイ。もうなんかさ、最近さ、名前ひねりすぎてさ、なかなかキャラを覚えるのが難しくなってきたんだよね。降臨曲とかさ、双眼カルーとかはまだわかるけどさ、もうなんか似たような名前が出すぎてて、ちょっとわかんないんだよね、もう。お、やばいね、爆死がない。
爆死がないけど目的も出てない。頼む。で、多分新言霊祭り前回のやつもね、片割れ持ってないんで、それが出てくれてもいいけどね。はいはいはい。いこ、こ、来た、こう来た。これで、とりあえず、2体。ダージョ以外は引けてる。うわ、マジ？とかもね、持ってない人に言ってみてほしい。まあ、キャラが増えてくるとね。キャラが増えてくると、こうなりますよね。いや、そうだよね。文字だけじゃ喜んじゃダメだよね。頼む頼む。言うて90連してますから。あ、すごい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 。調子いいよマジで。頼む。うんとこうで、こうももうほんとちゃんと詐欺ないでちゃんとこう出て。いや、このノリ出ないノリなんだよな。この詐欺られてる時ってほんと出ないんだよな。お、違いますね。もう一体入るはず。く、違うね違うね。あー、オルトルータイノーワード勢が。オルトルータイちゃんマジ可愛くない？オールドルータイずっとホームにしてるんですけど、まあ、アイちゃんが一番好きなんだけど、これ、うわー、まあ、いや、いいとこ出てんね。いいとこ出てるけど、こうじゃないね。で、絶対さ、勇気とか、歌いの方が確率低いって。頼む、え、最後爆死入れてる。まあ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 、いや、一体か、90で一体か。いや、アンダージョ欲しいな、さすがに。いやこれまた竜強くなんのかな。でもさ、竜が強くなるとかさ、1個前で獣が強かった、その前で、あ、その1個、もう2個前か、獣強かった、次銃が強かったみたいな、なんか移り変わってるじゃないですか。どうなんすかね、この後って。だってまあ突か、突の戦慄ってポーンなってきて、竜の突が強いってなってきて、まあ竜に連撃が増えてくるっていうのは読めるんだけど、それが結局さ、当時のさ、日没ティスとかさ、ロゴスヨゴスみたいな感じでさ、結構比較的どの降臨もこの降臨さえ作ってれば楽しめるよねみたいな感じになればいいですよね。結構1個ハマって終わっちゃうっていうのが多いから、この竜はちょっと期待してるんですよね僕。うん、いろんなところで使ってあげるんじゃないかなって期待をしてて、うん、突戦率前提にもなんないでほしいし、その他にも結構使える場所が来てくれたら嬉しいなっていうのを結構期待できるようなリーダースキルだったんだよね、今回の降臨が、魔球の。なんでね、ちょっとそこ頑張りたいんだけども、引けなかったか、アンダージョ。その中でも多分一番重要なキーになってくるんですよね、アンダージョがね。連撃が回数多くて、火力も高くて。なんでちょっと引きたかったんですけど、まあしょうがない。はい。これ多分裏でバチバチ引いてるかもしれないですけれども、はい。この動画ではこれで一回終了させていただこうと思います。まああとね、この月末に一応コラボが来るっていうのも、フラパの時に発表されてて、まあ何のコラボかは言われてないんだけど、まあフラパでね、匂わせたぐらいだから、ある程度熱いコラボ来るんじゃないかなと思ってますので、まあ虹の言霊使う場所皆さんもしっかり考えてから使うようにしましょう。ということで皆様、本日もありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。